はい、こんにちは、こんばんぬ、リオララです。これすっぴんですね。はい、今日は久々にメイク動画を撮りたいと思います。前なんかギャルメイクみたいな感じで動画撮ったんですけど、あれクソ動画やな。うん、下地塗らんままなんかリキッドファンデとか塗ってたし、うん、もう言ってたわ。ということで今日はちゃんと化粧の腕もちょっとは上がったかなと思うので、久々にメイク動画を撮っていきたいと思います。ちょっとカラコンしてなくても何も見えへんのよ今。目が悪くてすっごい、うん、これあがん、絶対カットしよう。これが私のすっぴんです。ここからどういう風に変化していくのかお楽しみください。ではスタートです。やっぱデブはオーバーオール似合うな。うん、まずはカラコンをつけていきます。こちらのこっち反射してる、ドープウィンクのビターブラウンというものを使っていきたいと思います。これはなんか派手すぎないけどすっごいデカめに見えるみたいな。よいしょ、まずはお手で洗ってきました。はい、こっちつけて、こっちつけてない、ほらもう全然ちゃうやろ。カラコンつけてこんな感じです。化粧本体に入っていきます。まず化粧水を、まあ、化粧水なんか何でもいいんで塗ります。私の二重ってこっちの二重の方が二重幅が広くてこっちがちょっと狭いんですよ。こっちの二重幅を若干広げるためにこっちに、二重テープを貼っていきます。はい、2秒で貼りました。続いて下地を塗っていきます。下地はもうずっと何年も前からこちらしか使わないですね。雪肌精のなんかです。立体のスポンジでこうトン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 とポン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 とこうニュッチュッてするよりもポン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 としていきます。はい、下地が塗り終わりました。嘘、これで下地が塗り終わりまでパッパ。ファンデーションです。ファンデーションはもう私がもうずっと愛用してるインテグレードのファンデーションです。これ色ね、いろんな色あるんやけど、私はなんか明るめの色とかの方が多分漏れるっちゃ漏れるけどちょっと膨張して見えるんで、もともとこんな顔でかいのにさらに顔でかく見えちゃうのが嫌やから、ちょっと若干暗めのなんか小麦肌っぽい色です。漏れるんじゃないかなと思うけど皆さんの色ちょっと何でもない。これで、ファンデーション塗り終わりました。続いて、こちらのエクセルのアイブロウで眉毛を描いていきます。私前髪で眉毛隠れちゃうんで、あんまり眉毛はちゃんと描かないんですよ。適当、超適当。髪色が明るいからこことここをメインに使ってます。こんな感じです。眉毛描き終わりました。今のだけで見たらもうなんか TikTok でいじめられそう。眉マスカラで一応明るくしていきます。次が愛してやまないアイシャドウを使っていきます。アイシャドウはこちら基本ケイトを使ってます。この一番ここのキラキラしたやつをアイホールの全体に塗っていきます。ちょっとなんか大げさに描いていきます。こんな感じで描きました。こっちの細い方で茶色いところを取って、これを目尻とこの目頭の方に塗っていきます。二重幅のここの間もうちょっと軽くちょっとこう茶色で塗りつぶすような感じです。こんな感じです。でこの下の部分もここの下のここら辺まで塗っていきます。こんな感じで、はい、アイシャドウ塗るとこんな感じです。次が涙袋を描いていきます。涙袋がこちらのケイトのダブルラインエキスパートと書いてるこちらのペンで涙袋の下の影の部分を描いていきます。これ笑うね、こう笑うね、
笑てにーって笑わんように苦笑い、あ、苦笑いよ、苦笑いした時に出てきた線に沿って描きます。で、涙袋の下の影が描けました。涙袋を描いていきます。涙袋はこちらのエクセルのシャイニーシャドウ、なんかねヌードピンクってやだ。涙袋に塗っていきます。軽く軽く塗る方が塗りやすいね。はい、できました。アイラインを引いていきます。とりあえず大好きなケイトのやつを、まあ、アンパイで使ってます。ちゃんと塗りつぶしてくださいね。で、ちょっと 目尻はクイッと上げます。こんな感じです。で、こっちの下のところも描いていきます。こんな感じで OK です。 OK です。これね、見たらわかるやろうけどな、こっちの二重幅のここがちょっとやばいねんリオ。こうなんかここのグイってなっててさ、だからちょっとここもリオはここもここだけちょっと太く描いていきます。はい、こんな感じで OK です。こちらのレブロンのこういうスティック状のシェーディングで鼻のこの影と、私すっごい丸顔でちょっと小顔にしていきます。こう軽く塗ってこう描いて、こう私はねエラー張ってんねんな。こう描いていきます。これもう完成にする。これで手でこうぐいぐるぐるっと、はい、こんな感じです。続いてハイライトです。ケイトのシェーディングとハイライトついてるんですけども、シェーディングがなくなってもうたから、ほぼほぼだからハイライト使っていきます。で、顎もこうやっていきます。で、ちょっとここもちょっと若干こうなじませていって、はい、これで OK です。はい、続いてチークですね。コスパインでキャンメイクが濃い感じの可愛い色ってなってるんで、これをこう指にこういう風に取って、ポンポンとポンポンと、はい、こんな感じでやったら手でこれも伸ばしていきます。なんか酔っ払いみたいになっちゃったくない？まあええわ。またその上からこういう風にハイライトを上から塗っていきます。はい、はい、こんな感じです。続いてリップ塗っていきます。リップはレブロンの115番を使っていきます。はい、こんな感じです。続いて最後ビューラーをしていきます。かわいいやろこれ、セーラームーンのビューラー。ビューラーケースもついてあるね。こうしてちょっとこう上に上げて、こうクッ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 と、はい、こんな感じでまつげが上がりました。マスカラはこちらもケイトのマスカラです。ギザギザギザーってやっていきます。はい、上まつげをしました。次下まつげもやっていきます。これをどけたらこうなってる。マスカラしたらこんな感じです。ラストが鼻の内側めっちゃ痒い。これ鼻くそほじってるように見えるっていうのが嫌やね。内側が痒い、すごく。あ、鼻くそほじってないんで、あ、カットすればいいんか。はい、次ラスト目頭切開、こちらピュッピュッと描いていきます。なんか好きな芸能人とかおるん？え、平成ジャンプ好きなん？え、あ、セクシーゾーンも好きなん？あ、俳優も好きなん？韓国も好きなんや。あ、あ、じゃあジャンプのファンクラブとか入って、あ、ないんや。あ、みんな好きなんや。ほん、あ、あ、なるほど。あってした時のこの目、こう、こういう時のここにこう描いていく、これ絶妙なタイミング。できた。はい、完成です。こちらが私の毎日メイクになります。こんな感じです。カメラ目線、こんなメイクでよければ皆さんも参考にぜひしてみてください。以上、私の毎日メイクでした。ありがとうございました。見て、巻いてみた、巻いてみたらこんな感じ。はい、先ほどのこちらからこちらになりました。うん、マシにはなったでしょう。
マシにはなったねってコメント待ってる。